皆さんこんにちは、マダムミチコチャンネル、今ご紹介にありましたように新春スペシャルでございます。で今日のゲストはマジシャンのペールさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございました。おめでとうございます。それからミチコチャンネルは私一人でやっておりますんですが、片岡五郎もこのスタジオでねペールさんに何回かお会いしているので、はいはい、一回見に行ったっていうことなんですよね。そういうことなのでゲストとして、はい、一応参加してもらいました。じゃあマジックやりましょうか。お願いします。まずね、ペルさんはここのスタジオに来ていただいた方々の仲間にいらしたお一人なんだけど、はい、皆さん俳優さんとか女優さんとかじゃないですか。はい、その中にペルさんがいらしたっていうことは、どういうご縁つながりですか。リツコの窓をやってるりっちゃんが、はいはい、私が、まあ、本当10代の、多分りっちゃんも10代の時に、うんうん、アイドルグループを一緒にやっておりまして、歌のね、歌の、りっちゃんそれちょっと今まで隠してたみたいなんですけど、最近もう言っちゃってるから言っちゃうんですけど、はいはいはい、そのグループの仲間だったんですよ、りっちゃんが。じゃああなたも音楽から入ってた。はい、ちょっとアイドルまがいなことをやっておりまして、うんうんうん、音楽から入ったんですけれども、うん、りっちゃんも多分女優の道に進み、うんうんうん、私も歌が下手くそだったもので、ちょっと、まあ、何とも言えない、はい、これ歌詞は向いてないなと自分で気づきまして、うん、はいはい、それからちょっとこちらの道の方に。こちらの道に入るきっかけは何？きっかけはですね、フロメイというアルバイト情報会なんですけども、はい、ありますね、たまたまバイトを探して行った時に、うん、マジックバーでウェイトレス募集という記事があったんですよ。珍しいじゃないですか、ね、変わったことが好きだったので、マジックバーなんてあるんだと思いまして、でそこに入りまして、まあ、ウェイトレスなので、ウェイトレスしながらちょっとこう横からチラチラマジック見 て、はい、見てたんですけども、うん、横から見ても全然わからなくて、だんだん魅力にこうハマっていきまして、である時簡単なマジックをプロの方に教えていただいて、お客さんにやっていいよって言っていただいたので、まあ、ちょっとこう本当に子供騙しのようなマジックを、はいってこう見せたら、お客さんがすごい喜んでくれて、初めて会った人にこんなに喜ばれたことは人生に本当になかったの、今まで。今までなんか音痴なのに歌って申し訳ないなとかいう気持ちで歌手をやってたりとか、そういうのがなく本当に素直に喜んでもらえて、他のを実感したらもう、マジシャンになりたいと思って、そこからもう私はマジシャンになるって決めて、そうなんです。それでしばらく、はい、本当に正式にそのウェイトレスの、はい、仕事からマジックの方はやらせてもらえたの？はい、そっからですね、やっぱりマジック修行というか練習が必要だったので、またどっか習えるとこないかなって、フロムウェイでマジシャン募集してないかなって探したら、たまたままたあったんですよ。マジシャン募集という事務所がありまして、行ってみようと思って、一応オーディションみたいなのがあったんですけど、受けて合格して、そこで1年間修行、魔法修行を、はい、させていただいて。なるほどね。その魔法って言ってるじゃない今ね。はい、まあ、さ、魔法っていうとほら映画でも有名だった、はい、ハリー・ポッターみたいな。そうそうそう、だけどペリナっていうのは魔法じゃないんでしょ、はい、何なんだろう、まあ、超能力とか言ってみる、ちょっとそれに近い言い方もあったりするけど、そうそう、言い方がいろいろあるんですよね、超魔術だったり手品だったり魔法だったり、魔法は、まあ、ただの言い方なんですけど、魔法っていうとなんかこうちょっとこう夢があるかなと、手品っていうとなんかこう種も仕掛けもあるんですけど、あるかなみたいな雰囲気なので、まあ、ちょっとその場所に合わせてたまに魔法って言ったり手品って言ったりはします。いや実はね、私も、はい、ペルさんも片岡も、まあ、はい、Facebook 仲間じゃないですか、友達同士じゃない、はい、だから私はその今日書かせていただいたんですけど、はい、私はもう非常に性格が悪くてね、簡単には人を信じないと、あね、はい、簡単に人を信じませんよと、はい、それから裏も表もね、
あ、若い時は分かんなかった。今だと大体裏も表もね、一気に見えちゃうんだね。あれなの。種明かしが分かっちゃうわけよ。あ、だけどね、はい、もうね、すっごいマジックが好きなの。だから何をやっていても片岡がとテレビなんかでマジックやって、はい、ちょっとあんたの好きなマジックやってるからって言うと、もうなんか仕事も途中にやめたとしてもそのマジックを見るっていうのをね、やっぱり ね、はい、面白く楽しく騙されたいと、うんうんうん、人の騙しはね受け付けないけども、騙されちゃったよ、この手順、え、何言ってた、騙された人、私人生的に、まあ、お互いそう言ってやってるんだけど、だからね、そのことを私はね、今日ね、皆さんね、私は思いっきり騙されてきますからってね、Facebook に書いてきたんでね、はい、もうそれが楽しみでね、今日はあの片岡もぜひゲストに出たい。でもマジックやりながらその歌歌ったりしないですか。あ、一回やったことあるんですけれども、もうどっちつかずで、あの歌もうおろさ、両方おろさかになっちゃって、あ、これはダメだと思って、一回で企画だよね。でも面白いもんね、マジックやって歌歌なんてのね。そうですね、あの花の歌歌いながら花を出すって手品をやったんですけども、やっぱりちょっとこう。どっちも集中できなくて歌が止まっちゃったり、ね、歌が止まっちゃったりとか手が止まっちゃったりしちゃって、うん、なるほどね、なかなかいっぺんに一つのことやな、難しい。でもね、私が今自分で言った騙しっていうけど、結局そうでしょ、みんな見てる人は、はい、あの種明かしを知りたいってわけでもないよね。半々、あ、日本の方は結構7-3ぐらいかもしれないです。種を知りたいの、種を知りたい方もやっぱり3割ぐらいいて、うん、もうその種を見破ることに楽しマジックを楽しむみたいな、パズルを解くみたいな感じで、分かったみたいな、うん、それは、まあ、確かにそれはあるんだけど、はい、なかなか分かんないわよね、結果的には。なかなか一応分かんないように頑張ってるんですけど。分からないってこともあるの。たまにあります、やっぱり感の鋭い方で、うん、これこうなってんでしょって言われて、まあ合ってる時もあるんで、そういう時は、うんうん、合ってますって、ね、まあ、素直に言っちゃう時もありますし、それとなんかテレビでそのマジックの、はい、裏をね、見抜けるみたいな番組も結構あるからね。ありますよね、トリックハンターみたいな、うん、あれはどうですか、迷惑。あれはあの、まあ、ここだけなんですけど、あのちょっと嫌ですね。だから私はね、やっぱりあなたって魔法っていう言い方だろうと、なんだと夢みたいなもの、はい、騙されるっていうけれども、うん、それは本当に自分ではできないけど、あ、そういう可能性あるなっていう、うん、やっぱ楽しいわけじゃない、うん、はい、だからネタをあんまりバルトラストっていうのは意味な、ネタがあるっていうのは分かってるわけじゃない、うん、絶対あるんです、はい、絶対裏があるって分かってんのに、その裏またバラしちゃう必要がね、そう、魔法の学校じゃないんだからっていうのは。でも今割とテレビやなんかそういうの多いじゃないですか。だからそれが嫌だ、役者の裏側とかさ、ね、人生があんたけ離婚したんだけど、そういう時どうだったとかさ、夢を与える仕事なんだからね、はい、これは魔法でいいと思うんですよ、ね、そう見てる人がそれで楽しくなったね、いやーって、うん、それとね、やっぱり、はい、あのペルさんのね、やっぱ魅力はやっぱりね、可愛いしね、綺麗だしね、うん、あのなかなかこう、うん、マジック、ね、うん、マジックでありがとうございます、ね、あの、はい、男性の多いでしょ、絶対男性の方が全然多いです。なので割合から言ったら多分8、2かも、ひどく言ったら9、1ぐらいの割合で女性の方が少ないです。そうですよね、はい、だからやっぱりそのなんていうの、柄っていうかな、うん、そういう見た目っていうのが非常にね、はい、あ、綺麗で、かわ、まあ、綺麗っていうより可愛 い綺麗だけど可愛らしいっていうこと。今日も素晴らしい衣装ですよ ね、 そうなん、ちょっと見せたいですね、後でゆっくり、いいんじゃないのね、はい、後で、はい、それよりも何よりも、あのまずはちょっと見せていただきたいですね。そうですね。あ、ちょっと、ね、はい、あのコマーシャルタイムで。いや、ここでちょっとやってもらいます。もう出せるんですか。あ、もう出せます。もう騙されちゃう。はい、用意しなきゃいけないのかなと思ったら、大丈夫です、はい、もう持ってるね、はい、早速でございますけれども、はい、じゃあまずはですね、初めてなので、はい、あのこのちょっと見えますかね、ちょっとトランプ、はい、はい、手書きで、手作り感満載なんですけど、トランプ、これ手品のメニュー表なんですけれども、はい、例えばこれトランプマジックとか、はい、あと輪ゴムのマジック、輪ゴム、はい、結構地味なんですけどもね、それからです、小ネタのマジック。小ネタって何、お笑いみたいな、なんかちょっと気になりますね、小ネタね、はい、ちょっと気になる感じの、はい、はい、お金のマジック、お金、はい、いいですね、女性が好きです、これね。
で最後はですね、小話。小話だそうです、はい、あ、すみません、小話は手品じゃありませんからね。じゃあこの4種類の中からじゃあ、はい、はい、マダム好きなの気になるやつ、まずポトランプですね。トランプが気になるね、わかりました。じゃあトランプね一つやりますので、はい、じゃあもうせっかくなんで、じゃあ片岡さんもね一つぐらい、五郎さんなんか気になるのがあればお金、わかりました、じゃあまずはお金からいってみたいと思います、はい、はい、よく見てください。このメニュー表を折りたたみまして、はい、はい、おまじないペルと言いますね。ペルリンちょっとかけてあげますと、なんとこちらがですね一瞬にして、お札に、はい、表も裏も変わってしまいます。はい、よかったらね、どうぞ、まだね、はい、こちらよかったらね、五郎さん、はい、どうぞどうぞ、一枚ずつね、はい、見るだけになってますね。見るだけですね。いや、さっきの、さっきのご覧になってたと思いますけど、はい、何ですか、番組表じゃなくて、メニュー表ですね。店員さんのメニュー表がなんとお札に、お札に、はい、変わりまして、はい、これはね、あの、あげちゃうとね、私すごいいい人になってしまいますね。そんなマジシャンいたらいいですよね。お金増やしてくれるというね、もう大人気になってます。これ夢のマジックです、はい、表も裏も変わりました、うん、はい、ところがですね、うん、またちょっと時間が経ちますと、うん、魔法が解けてしまいます、うん、そうすると先ほどのメニュー表にまた戻ってしまうというですね、はい、表も裏も戻ってしまう夢のマジックからね、まずはご覧いただきます。はい、ね、オープニングから分かったら私も辛いもんがね。しょっぱなからで分かっちゃったらね、辛い。すごいなね、はい。でもちょっとね、トランプもね、ちょっとやりますけれども、トランプの前にね、ちょっととっておきの私のですね、マジックありまして、これ、何、あの皆様おなじみの赤マリモちゃんでございます。マリモ、はい。目がついてます。目がついてる。はい。はい、これね、かわいい目がついてます、うん。この赤マリモちゃんを引っ張って、ピッてやるとね、分裂します。ちょっと触ってみてください、はい、やっぱりマジ、ま、マリモちゃんね、マリモちゃん、はい、はい、のりちゃんとマー君って名前がついてまして、見分ける方法がね1個あるんです。ちょっとじゃあここに置いていただけますか、はい、はい、こちらがマー君です、はい、のりちゃんを押すと音がします。押してみてください。あれしないじゃん。あ、目のところね、優しく、あ、優しさが大事だね。あ、今日ちょっと優しさの方が足りなかったかもしれませんね。こっちのりちゃんです。手をお借りしていいですか。はい、私がこちらのマー君、ね、はい、握っておきますよ、はい、マー君いいですか、はい、でこっちのりちゃん、はい、じゃあのりちゃん握っていただけますか、はい、しっかり握ってひっくり返してください。一個ずつ握りました、はい、ちょっと触れます。すると、え、マー君が消えちゃいます。まだ開けないでください。私のポケットに魔法の粉が入ってます。これをパラ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 ーってやると2個になるかもしれません。開けてみてください。すごい、見てください、2個になりました。はい、2人はねすごい仲良しなので離してもくっついちゃうんですね。じゃあいいですか、今度まだ持ってるから、はい、のりちゃんとマー君、今度はじゃあ2つ一緒に握っていただけますか、はい、はい、じゃあしっかり握ってください、はい、でひっくり返してください、はいはい、ちょっと振ってみてください。はい、2人が暗闇でイチャイチャしております。イチャイチャしてます。はい、子供が生まれます。はい、3つぐらいに増えたかもしれないんですけど、増えた感じありますか。いや、全然全然ない。ない。これはまずいです。イチャイチャしてる感じはあるかな。失敗かもしれません。ひっくり返してパッと開けてみてください。どんだけ増えました。いや、結構増えましたね。あんたの子供も4人もいますもんね。いや、それ以上でございますよ。そうだったんで、どれがのりちゃんだか分かりませんので、適当にね、のりちゃん、まーくん、一郎くん、二郎くん、三郎くん、四郎くん、五郎くん、六郎くん、七郎くん、八郎くん、最後ダニエルくんとね、こう入れます。はい、あ、大変です。私の手の中でもさらに増えてまして、これ以上手の中に入らない、出てきちゃいます。ほら、もう満席ですね。しょうがないんで2、3個取ります、うん、はい、ではいいですか、もう一回まだ、うん、じゃあ蓋をしてください、上から。はい、はい、何個ぐらいありそうでしょう。10個、あ、待った、12個ぐらい。12個、うん、よろしいでしょうか、ファイナルアンサーで。はい、はいはい、12個、はい、正解はこちら、開けてみてください。12個ではなく、なんと、たくさんです。へぇー、すごい。かわいくないですか。一応ね、何個で、タコと、はい、ダジャレになってましてね。タコで、そうなんです、タコ。で、このね、タコさん可愛いんです。見てください。うん、こちらね、顔がついてます。さらにですね、おまじないをかけます。ベルリンチョってやると、タコの中から、タコが出てきます。さらにタコの中から、酔ってやると、ポッ、小タコが出てきます。そしてね、これもうちょっと頑張ると、ちょっと材質の違うタコが出てきまして、
さらに頑張りますと、もっとちっちゃいタコが出てきます、最後はタコ焼きとどうなりますか。タコ焼き正解、たこ焼きが出るというですね。また利用たこになったり。いやー、こんなの子供たちにやったらすごい喜ぶでしょうね。今日も引っ張っちゃってね、もう大変だと足がボロボロ取れちゃって。あー、はい、ね、なるほど、ね。ハンドメイドになっておりますね。ありがとうございます。はい、ですよね。音がしますんでね、よかった。はい、ありがとう。ありがとうございます。ね、面白いね。タコさんをご覧いただきます。とね、書いていきます。さあ、じゃあせっかくあれですね、トランプとおっしゃっていただいたんでね、はい、トランプなんですけれども、では、こちらにキラキラのトランプと赤い、これね、一応私のオリジナルトランプになって2つございます。この2つのトランプ見えますでしょうか、うん、?2 個あります、はい。ちょっと振りますね。こんな感じで振ると、なんとなく残像で3つぐらいに見えてきませんか。ね、見えませんね。はい。で、これ頑張るとね、本当に、ね。あ、本当だ。三つぐらいにね、こうなりまして、はい。上から1番、2番、3番、何番がよろしい。1番、わかりました。すいませんね、手順は結構テンポが大事でございます。1番で、はい。では、一応ですね、あ、皆さんにじゃ見えるようにこんな感じで。バラバラでしょうか。大丈夫ですか。はい。こんな感じでね、いろいろあります。では、じゃあせっかくですので、まだどれでも結構です。1枚気になるカードがありましたらどうぞ。取るんだ。それでいいですか。なんで騙されやすいですか。騙されやすい。ね、そちらのカード、お二人で皆さんで見て覚えてください。はい。はい。大丈夫ですか。はい。はい、では、だいたい真ん中ぐらいこの辺に置いていただけますか。はい、これで分かんなくなります、はい。はい。おまじないを、ベルリン、ちょっとかけてあげます。すると、先ほど選んだカードがなんと、お二人の好きな食べ物に変わります。あ、ハンバーグ。ハンバーグお好きですか。好きですよ。やっぱり、うん、まあ嫌いな人はあんまりいないですね。これが選んだカードだったら、まあ手品的にも大成功ということでね、はい。はい、見てみましょう。選んだカードは、じゃじゃん。あら、はあ、当てます。当てます。あ、やっぱ触りたいですよね。触りたい。祈りますね。いや、みんなに見せようかと思って。あ、ありがとうございます。これね、一瞬で今度また文字が消えちゃいます。はい、じゃあいいですか。まだまだポンとやり、人差し指でポンと弾いてもらえますか。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。はい、そうすると見てください、消えます。はい、ハンバーグの文字が消えまして、消えたハンバーグの文字、文字は消えたんですけど、どこ行ったかっていうと、皆さん、あー、なんと見えますでしょうか。ハンバーグがソース付きでこちらに、はい、出てきました。ちょっと熱いんでね、触っても大丈夫ですけどね。気をつけてください。結構熱々になってますからね。ハンバーグ。これね、押すとね、カッパパスで2500円で買ったんですけども、音がしますんでね、よかったら。はい、ありがとうございます。お約束でね。はい、ありがとうございます。こちらにね、ちょっとハンバーグ置いておきます。はい。じゃあせっかくですので、五郎さんにも1枚選んでいただきたいと思いますね。パラパラパラと弾いていきますので、お好きなタイミングでストップとおっしゃってください。せーの。ストップ。はい、OK です。じゃあ、どうぞ、こちらのカードを、じゃあ、また皆さんでご覧になってください。はい。はい、よろしいでしょうか。はい。では、じゃあ皆さんね、これ、あ、覚えましたね。大丈夫ですか。ぜひ私見ないように。真ん中ぐらいに入れてしまいます。よくテレビでやってるマジックなんですが、ボタンをポチッと押すと選んだカードがピュンと上に上がってくる、うん、はい、ちょっとね、難しいマジックポンと押してください。あ、来ました。選んだカードがじゃじゃんと、ハートの9。違いますか。あ、安心してください。あと52回めくれば必ず一番上に上がってくる。そりゃ そ,、まあ、そ, そうですね。そういう手品じゃありませんね。すいません。じゃあハートの9は違うということで、私責任を取りまして、このカードを破いちゃいます。魔法学校の規則で、選んだカードを間違えると破かなきゃいけないという規則があるんです。破いちゃいます。じゃあこれね、置いておきます。じゃあもう一回ポチッと押していただきますか。はい。あ、来ました。この感触だと思います。多分、これ合ってると思います。あ、合ってます？これもに、はい、合ってる。あ、うまいこといきましたね。上がりました。2回目で上がりました、はい。でもこの関係ないハートの木をちょっと破いちゃうのはかわいそうだという方もいます。そういう時はですね、このクラブの2。こちらのクラブの2で魔法をかけます。ちょっと触れるんですね。そうすると、え、変わる。ではまだ開けてみてください。まさかと思いますが、そちらがなんと、なんと、さっきのクラブの2が
膨らむのに。やぶけてますね。なんか一瞬にして。これはすごい。移動してしまうんです。はい。これですね、ビリビリの状態でもいいんですけれども、うん、またトランプやるとき、七並びやるときにこのままビリビリだとちょっとね、足りなくなって困りますよね。はい、困ってしまいます。そういうときはちょっともう一回じゃあお手を借りしていいですか、ね、はい、このビリビリに破れたクラブの2、この2をギュッと握ってください。はい、はい、でひっくり返してください。はい、でちょっとね、おまじないをね、ベルリンチョってかけてあげます。はい。なんか、感触変わった感じわかります？いや、別にないです。特にない。うん、これは嫌な予感ですね。ではひっくり返して開けてみてください。なんとマダムの手の中でカードがつながりました。素晴らしい。すごい。これは海外遠征で行きますよ。海外遠征行きたいですね。ラスベガスとかね、そう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 、マジックキャッスルとかはね、ぜひとも行きたいんですけれども、はい、じゃあ見事ねこちらねつなげていただきまして、今日はせっかくですので、うん、皆さんにもできるマジックっていうのをね、うん、ちょっといくつかね、ご用意しておりますんで、じゃあちょっとやってみましょう、一緒に。で、視聴者のね、皆さんもこれ覚えていただいたら、はい、忘年会シーズン、あ、新年会ですね。新年会、はい。新年会でね、できますんで、じゃあよかったら、1枚ずつ。これ、ティッシュです、はい。はい。ティッシュペーパー1枚あれば、いつでもで、どこでもできるマジックです。じゃあですね、一緒にやっていただいていいですか、はい、はい。こんな感じでね、まずはティッシュを軽くね、持って振ります。はい。そして、この振るのはあまり意味ないんですけれども、なんかね、マージシャンっぽいね、はい。人差し指と親指にティッシュを挟んでください。はい。はい、そして、下からくる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 っと丸めて、これが手の中にこうね、隠れるぐらいに丸めてもらえますか？はい。はい。大丈夫ですか？はい。はい。そしたら、この先端ちょっと出てますね。はい。これをちぎっちゃってください。出てる部分だけでいいです。はい。はい、でこの先端だけどっかポケットでもいいですし、ちょっとしまえるところがあったらしまってください。はい。はい、こちらティッシュありますよね。おまじないをペルリンちょってやると、なんとティッシュが。ある。消える。あるあるというね、こんなマジックのやり方を今日はお教えしますんでね、皆さんもぜひ覚えていただきたいと思います。では、そのティッシュでもう一回いきましょうか、ね、はい。はい。やり方はですね、簡単です。まずは親指と人差し指に挟みます。ここまでは何もしてません。はい、はい、そして下からくるくる丸めます。この時に実は秘密の作業をしてます。こっそりティッシュをちぎっちゃいます。あ、ここで、ここで、はい、はい、あ、でこれ見えてますんでね、あの見えないようにちょっと丸めて、そう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 、完全に見えてます。はい、で切った後もこう、こんな切ると分かっちゃうので、切った後も2回ぐらい丸めてるふりをすると、はい、自然に見えます、はいはい。そしたらですね、こっちの先端が出てない方に握ってください。はい、この大きな玉を、はい。そうするとこうなります、はい。でもこのグーは非常に怪しいです。うん、なので、すぐにこの先端を切りますと言って指をさせてください。そうするとこのグーが怪しくないです。で、これだと怪しいけどね、これだと怪しくないです。あ、なるほど。はい、でもここ切れてますけど、スッと抜くと怪しいので、一応演技してください。こうね、もう演技のプロだと思いますね、二人は。はい。こう、ピッと一応ね。はい。そうですね、ミスるとあの、カスが残りますんでね、気をつけてください。で、この先端をポケットに入れますといった時に、この握ってる大きなティッシュも、堂々と一緒にポケットにしまっちゃうんです。ね。はあ。ああ、こういう。握ってるのもね。そうそう、握ってるのも堂々とポケットに一緒にしまってしまえば。ああ、ポケットに、ああ、そうです。そしたらもうね、仕事は全て終わってますね、うん。あとはね、おまじないをペルリンチョーとかけていただいて、開いていただくと。なるほど。はい。なるほどね。おー、来ましたね。やっぱりさっき言った、こうやるのよと、やっぱり心理学ですね。そう、本当に、だって、錯覚。これだけですからね、違いが。でも、これだったら多分バレちゃうと思うんです。うん、でも、これだとバレないという、うん、この、ほんとちょっとした、心理的な、最心理とか、見せ方とか、うん、 そうですね、それだけで、こう、全然。しかし、言葉も大変ね。そうなんですよ。喋るのも、うん、最初私、マジック習った時に、手を動かすと、声がついてこないんですよ。はいはいはい、で、喋ると手が動かないっていう、連携させるのに、かなり時間がかかりました。そうね、そういう練習は、どこでなさって、そこ最初はその、まあ、そこ事務所で、はい、そこだけじゃなかなかあれでしょ、お家にいる時もとか、そうですね、お家にいる時にこう三面鏡を用意して、うん、マジックってこっちから見る人もいればいろんなところから見られるので、はいはいはい、三面鏡を用意してここで練習すると、うん、あ、こっちの人にネタが見えちゃってるなとか、あ、こっちは見えてないなとか、あの勉強になるので、結構三面鏡でやりなさいっていうのを
を教えられて、三面鏡と一緒にこうやったりとか、あとは深夜のファミレスに友達を呼び出して、トランプ1枚引いてって言って、もう友達疲れて、またみたいな、同じマジックを何十回も見せられるマジックハラスメント。もう、その子今マジック嫌いって言ってました。何回もトランプを引かせるっていう、そういう練習をしたりとか、そう、人がいないと練習できないマジックもあったりするので。そうですよね。いや、はい、私ね、まあ、気持ちよく騙されたいっていうのもあるんですけど、はい、やはり私も美容師ですから、はい、元はといえばね、うん、だからその手の技術っていうのはすごい、だから頭で覚えるよりももちろん体で覚えるっていうけれど、はい、現実には手がどう動くか、はい、どこに置くかっていうことじゃないですか、うん、はい、だからマジックってやっぱり手がすごい綺麗に動きますよね、怪しくっていうよりも、もう実にこう綺麗に、うん、で推理小説と同じで、そこら辺に ね、はい、仕掛けはあるんだけど、今みたいなこういうの一つでもう人間の気持ちってね、そうなんですよ、乗せられちゃうというか、僕は役者だから言うんじゃないですけど、やっぱ芝居と同じですよね、はい、似てると思います、すごい、ね、はい、どういうふうに相手に思わせるかっていうことってのは非常に大事なわけじゃないですか、はい、僕はね、もうあの40年ぐらい前にね、はい、習ったことあるんですよ。マジックですか？はあの舞台でマジックをやらなきゃいけないんで。で皇太子の役だったんですよ。はい、で皇太子のあの、うん、堀の中でね、はい、マジックやる天皇陛下とで遊んでるんですよ、マジックやって。でその芝居をやるんで半年、はい、覚えたんですよ。半年も。そしたら、はい、右翼が起こりましてですね。天皇陛下を変えちゃうって話だから。ああ、それはダメよね。それで、右翼がみんな来て、てめえぶっ殺すぞ。あ、そういうことはダメですよ。そういうことはちょっと。いやいや、まあ一応あれしか、まあ脅迫 ね、やっちゃいけないなんかしたんですけど、結局その芝居できなくなって。あ、せっかく覚えたのにやることは披露することはなかったと。そうなんですよ。ああ、でも分かります、やっぱり役者とか女優さんにマジック教えることってたまにあるんですけど、ね、指導で覚えるのが早い。そうですよ、ね、見せ方を分かってるので、うん、もう自分の見せることができる方はマジックも早い早い、だからちょっと教えただけですぐできちゃう、マジシャンよりうまく見せ方もできちゃう、見せ方はね、そうなんです、だからちょっと役者のすごくテンポってのは必要だもんね。そうですね、テンポは大事です、やっぱり。だから素人さんがやってこれっていうのはやっぱりどうしても間が空きすぎちゃったりね。うん、そうですね、現象マジックが起きるまでに話が長いと、いや、その話が面白ければいいんですけど、なんかね、こう、もう、ね、宴会で、ちょっと宴会芸じゃなくて、はい、ゲストとして呼んでる人がもうひどくてね、もうなんかここら辺がもう、かわいそうなのか、もうイライラしちゃうっていうのがあるから、やっぱ今みたいにそばで見てね、うん、ね、やっぱり素晴らしいなと思った。体験できるとやっぱりそうなんですね。で半分ぐらいはでもね、あのペルさんのね、この可愛さに直さ、そう、可愛さっていうのもそうだけど、やっぱりその手つきですよね。その手に私は技だと思うのね。その技がやっぱり勉強して友達にも嫌われたり、はい、勉強の前でね、なんかやったりっていうことだと思うんですよね。うん、そうですね。でどうでしょうか、こうね、座っての見せていただくと、あのだからこういうちょっと CM タイム入れさせてもらってですね、うん、ですね、はい、今度は向こうでですね、はい、立って見せてもらいました。で、ね、あの今日のファッションがね、ここからほらまだ下が見えていない、あのあそうです、ね、見せて、はい、ぜひね、皆さんだ向こうへ移っていただきたいと思いますので、はい、今度は僕がカメラマンやめて、家内工業ですからね、みんなやるんですよ、ありがとうございます、カメラマンやって撮りますので、はい、それじゃあ CM タイム、タイムでよろしくお願いします。皆さんいかがでしたか。私もうね、10センチも離れてないところで横からじーっと見てたんですけどね、やや後ろから意地悪い目で、でも全然わからなかったですね。それで今度は先ほど話しましたように、ペルさんとても可愛らしいねファッションをなさってるので、それを家内工業ですので片岡五郎が映してくれますので、ちょっとご紹介したいと思います。ペルさんよろしくお願いします。はい、
なんかこうバーレスク的ね、上はね。ああ、そうですね。いろいろ仕込みが出てきて、これがね、一応トランプになる。トランプのね、はい、スカート。はい、はい、そして靴下もね、一応。靴下もトランプなんです、ね。エペルの P が入っておりますね。はい、トランプ、トランプ、トランプで。ね、はい、お洋服なんかやっぱりデザインして作るんですか？デザインして作るものもあれば、結構あの、最近トランプ柄の、トランプ柄って検索するとバッてネットで出てくるので、あ、なるほど、ね、それを買って加工したりする場合も、なるほど、ね、はい、多いです。でそういうのも似合う人と似合わない人いるでしょ。それはそうですね、いろいろありますからね。体験とかもね。でもやっぱりあの、はい、ファッションもね、出てらした時に、舞台に立たれた時にやっぱりわっとこうなるようなものを選ぶでしょ。あ、そうですね、一応あの私服だかなんだかわかんないとね、あれですので、じゃあパーって、ね、あ、衣装もなんかいいねって言ってもらえるように、うん、そうですね、やっぱ夢がね、ありますものね、はい、じゃあぜひ、はい、立った上の、あ、立った感じでね、うん、はい、そうです、よろしくお願いします。はい、では、今日はちょっとスプーン曲げをですね、ご覧いただきたいと思いますけど、はい、懐かしのスプーン曲げ、懐かしのね、スプーン曲げでございまして、ご覧ください、はい、こちらミスターマリックさんがよくテレビでやっておりました、はい、私なんと片手で曲げれるようになりました。ご覧ください、ワッツスリーエイ、結構すごくないですか。でさらにここからがすごいんですよ、見てください、エイってやると戻っちゃう。それは折りたたみになってんじゃないの。いいツッコミ、いや嫌なツッコミですね。実はですね、そうなんです、こちらはですね、あのなんとボールペンになっておりましてね、押すとね曲がるということ、ドンキホーテで600円ぐらいです。これは冗談ですね。次は真面目にいきますね。次はすごいです、スイッチございません、はいはい、こちらのスプーンが一瞬でございます。ワン、ツー、スリー、はい。一瞬にしてね、伸びてしまうという優れもの。これならお隣の人のカレーライスもね、食べれちゃうってやつなんですけど、あの、まあ、持ち運ぶとき不便じゃないという場合はあの縮めることもできまして、はい、これはあの陶器ハンズで600円ぐらいで。マダムがね、笑ってますけどね、そろそろね、目が怒ってます。ちゃんと言いましょう。次はね、ちゃんといきますよ。これはすごい、絵に描いたスプーン、はい、これが曲がったら結構ね、はい、デジナーっぽいですね、ええ、じゃあせっかくなんで、新春でございますんで、はい、じゃあ今年のなんかマダムの目標みたいなここに書きますんで、なんか元気よ、元気、いいですね、元気、じゃあここで、ね、元気、今初めて来ました、元気。じゃあ今日は、日付もね、あ、日付入れない方がいいかな、じゃあ1月ぐらい、はい、1月2015年元気、はい、さあこの絵のスプーン皆さん注目しててください。そして、あ、じゃあ今日は、ね、この裏にね、一応私のサインのね、こんな感じですよっていうアピールで、はい、ペルの P、 そしてペル、PEL でペルという、こういうサインをね、はい、普段使っております、はい。さあ、それではこの絵のスプーンにご注目です。これがね、曲がるという。いきますよ。ワン、ツー、スリー、ホッ！結構曲がってないですか？これはインチキですね。おまじないをペルリン、ちょっとかけてあげると、あら、曲がります。今年のこちら目標、元気、マダムの言葉と一緒にスプーンが元気よく曲がるというマジックをね、ご覧いただきました。お辞儀してるみたいですよろしくね、お辞儀してるみたいですね、あげました、ありがとうございます。それはすごい、はい、ね、スプーン曲げをご覧いただきました、はい、はい、じゃ続きましてですね、こちらロープのマジックはせっかくですから、じゃマダムに後で来てもらった時にやりますので、はい、一つですね、じゃこちら先ほど皆さんに1個マジック覚えてもらいます、はい、もう一つだけできるやつね、この立った状態でできるマジックをね、一つお教えしたいと思います。使いますのはこちら赤いハンカチーフでございます、はい、これを手の中に入れていきます。じゃんじゃんじゃん、そしておまじないをペルリンチョってやると、え、たわわになってしまうというね、このマジックを教えちゃうというですね、これはすごいですね、この番組をね見てる内緒にしといてください。実はこんな風になってます。え、穴が開いてる。実は偽物で中にハンカチが入るようになってまして、これゴムでできて、あ、はい、ゴムでできている卵とこちらのハンカチ、これがね、うん、セットでなんと東急ハンズで670円。東急ハンズさんから少しね、PR 料をいただけそうですね、あの特に、ま、回し物じゃないんですけどね、はい、ただこれだけ言っても、うん、
手品できません。やり方簡単に説明しますね、はい、まずこの2つがセットで売ってます、はいはい、まずはですね簡単に手が空っぽなことをこう、ね、見せま す、はい、あんまりやると、ね、怪しいのであとはなるべく笑顔でやってください、はいはい、心配しても許されるという特権がございます、はい、たまに使ってますそしてハンカチと卵を取ってきますがこの時にやってはいけない例やります。これはダメです。ハンカチを使ったマジックします。めっちゃ怪しいですねこちらの手が、うんうん、大体子供たちに何か持ってるって言われちゃいますので必ずこの偽物の卵を持った方の手でハンカチを持ってください。そうすると、うん、ほら結構自然じゃありません、ね、でもこの時にテンションが上がって手首をかえさないように気をつけてください、ね、丸見えですよ、はい、サクサクいきますよね。気まずい時はね手の中に入れていきます。あーなるほど。穴の中に、はい、なるほどね。あ皆さんでもこの時に絶対に卵の中に入れていきますって言っちゃダメですからね手の中ですよ。たまに、ね、根が正直だと言っちゃうおまじないがね、てるりんちょっとかけてあげます。あとはじゃーん卵になりましたってやると手品的には大成功、うん、あただですねで後ろ見られない。そうこれだけやめてください、うん、最後の最後に、うん、卵になりましたってねこっちを見せちゃったらせっかくの735円が台無し。でもねマジシャン失敗しちゃいけないんです、うん、もし万が一ですよ、うん、こっち見せちゃったら違うマジックに変えてください、うん、この穴を取っちゃいます。えそしてこのグラスであります。はい、これなら大丈夫です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。やってみたーありがとうございます。ねえ、はあ、結局できないんですね結局すいません結局ね、まあ、途中までできますのでね後半の方はですね私のマジックバーナーに通っていただきますねだんだん分かってくるというねそういう営業方針になっておりますので、はい、じゃあせっかくなんでちょっとじゃあマダムにも来てもらって、はい、ここで一緒にちょっとね、はい、騙されやすいですから、はい、手品においてはですよ、はい、じゃあこちらで、はい、はい、じゃあマダムにこれロープが3本あるんですけど一応ね調べてもらいます。3本とも何か伸びたり縮んだりしないか、はい、切れ目がないか、はいはい、大丈夫ですか、はい、どっちこっち、はいはい、OK、はいはい、ではよく調べてもらった3本のロープ、ね、じゃあ見てて、こっちまずはショートくん名前がついてます。はい、そしてあごめんなさいね落ちました。ミドルくん、はい、ショートくんミドルくんときました。ってことはこちらは何でしょう。ロングロングくん、残念こちらは永井さんになっておりましてね、はい今のは言葉のマジックでした、失礼いたしました。もう一回確認しますね、はい、永井さんミドルくん、はい、ショートくん、はい、ふっと息をかけてください。はい、するとなんとこちらのショートくんがチャラララララーンと伸びてきまして、うん、見てください、同じ長さ、同じ長さ、はい、全部ね、ミドルくんになっちゃいます。1本2本3本と揃っちゃうんです。でさらにですね、1本減らしちゃいます。で2本でいきます。2本のロープ間違いないですね、うん、はい、じゃあまたこれにふっと息をどうぞ。はい、そうするとこれをロープが一瞬にしてまた1本のロープになっちゃいますですってじゃあまだこれね2本ギュッと握ってもらいます。はい、はい、端っこね思いっきり引っ張ってください。せーの、あらあらあら、なんと取れてしまいました。こちら丸岩さん登場でございます。へえ、丸岩になっちゃいました。では、じゃあちょっとですねマダムこんな感じで手をピッと伸ばしてください。はい、マダムの手の上にこれ乗せます、はい、ショートくん乗せました。でこちら丸岩さんです。 OK ですね、うん、絡めます。ギュッと握ってください、はい、しっかり握っててください。ショートくんと丸岩さんいきます。ペルーリンちょっとゆっくり手を離してください、はい、するとなんとまだつながってしまいます。まだまだ大きいですよ。素晴らしい、ね、素晴らしいじゃないですか、ね、マジシャンの、ね、素質が、ね、多分あると思います、ね、ないよ全然素晴らしい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一つね、あ、いいですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、面白い、ね、もう一つね、せっかくですからね、こちらあ紙コップでございます、お水、はい、はい、じゃあすいません、まだちょっと前習いの方をしていただいて、はい、紙コップ2つありまして、じゃあ1個ずつこう持っていただいて、はいはい、お水を入れます。皆さんお水が入ってるかよくチェックしてください。入ってますね、チェックしてくださいよ、入ってますね、入ってますね、はい、入ってます、はい、はい、では私が一ついただきますので、まだそれをそのままです、はい、頭の上にこう乗っけてください。どうかしら、はい、手は離さないでくださいね、はいはい、今からこの紙コップに入
灰と水を2人で消すというマジックをやります。はい、このままじゃ消えないんです。簡単なおまじないがありまして、はい、ちょっとじゃあ1回やりますんで、まだ見ててもらえます？私がはいと言ったら、ちょっとこんな感じでね、可愛らしくね、人形さんのように後ろ回ります、はい、後ろ向いたらお尻を3回ですね、ペルーリンちょっと振っていただいて、そしてこうね、また前を向くとお水が消えるかもしれないという簡単なおまじないです、はい、よろしいですか？はい、いきますよ。はい、はい、あ、じゃあこっちからいきましょうか。こっち、こっち、こっち、どうぞどうぞ、はい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 、いいですか、はいはい、そしたらお尻を3回、せーの、ペルリンチョ、はい、OK です。そしたらゆっくりですね、こっち回り、はい、ゆっくりですよ、はい、はい、じゃあまずこちら来てください、はい、それではまず、あ、まだ動かないでください、はい、まずは私の水が消えたか、ちょっと見ていきたいと思います、はい、消えてたら、皆さん拍手をお願いしますね大人ですから、皆さん空気を読んでいきます。3、2、1、はい、消えました。さあ、それではよろしいですか。ちょっと重さを感じますけれども、じゃあもし消えてたら皆さん大きな拍手、はい、消えてなくても大きな拍手お願いします。じゃあまずも頭の上でいいですか。はい、いいんですか。大丈夫かな。いきます、3、2、1、はい、ちょっと言いそうになってました、危ない危ない。マダムと、ペルのマジックショーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。あ、まだ見なきゃいけない。まだ見なきゃいけない。いや、でもね、はい、一つも分かんなかった。よかったですね。これ一個でも分かるとね、私的にはへこみますのでね。いや、皆さんいかがでしたでしょうか。なんていうんですかね、楽しくね。はい、それでとっても不思議でね、そしてなんかこう彼女の言葉と技にもう大いに騙されちゃって、それがとっても楽しくて嬉しくって、もっともっとたくさんの人にね見ていただきたいですね。そうですね、うん、だからあの私も Facebook とかブログとか、はい、Twitter とかいろんなところでね、あのやっぱりね女性の活躍もすごく嬉しいです。あ、うん、はい、やっぱ男性だけじゃないとか、うん、あっていうのはつまらないし、はい、男性の世界に入っていく女の人今多くなりましたよね。多いですよね、はい、あの土木なんかもそうですし、いろんなそういうタクシーのね、あ、そうです、結構女性の方最近女性だったんですかみたいなこともあるし、うん、やはり、ね、マジックって一種のアートじゃない、はいね、そのアートの世界に男性が多いっていうのは理由は何だろうか。いや、何でしょうね。なんか昔はやっぱり手品イコール地味というか、なんかこう暗く練習するみたいなイメージがあったんですけど、はい、あとはこうやっぱり頭脳的というか、ちょっとやっぱり、うん、やっぱりそうですよね、はい、いっぺんにいろんなことやらなきゃいけないので、うん、だからさっきのようにその手に及って私たちが感じる心理的なものも理解しなきゃいけないし、うん、言葉と技術が同時に進行しなきゃいけないし、はい、で楽しくて明るくて、うん、わーっと盛り上げる能力ってなかなかやっぱり難しいかもしれないです。やっぱりまだ素晴らしいですよ。いやいや、私の場合はなんか失敗しても折れない心を持ってたんでここまで来た気がします。本当にペルリンチョっていうのは言われなくなくペロッという感じがねするしね、ぜひぜひね、はい、ラスベガスとかですね、はい、海外に行って日本の女性のこういうマジシャンでもね、うん、素晴らしい方がいらっしゃるっていうのをね本当に知ってもらいたいなっていうふうに私はもう教えられたっていうか、もう本当にさっきのスプーンが私折れたように本当に感謝すると同時にこれからもね大いに頑張ってね、はい、あのスターの道を歩いていただけたらと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。